はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は PC を使って YouTube チャンネルを作成する方法を解説します。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。YouTube チャンネルの作成方法を解説していく前に注意点を言っておきますが、YouTube はかなりの頻度でページの仕様が変化します。時期によっては解説している内容とは変化してやり方が変わっている場合もありますので、その点はあらかじめご了承ください。またこの動画は PC での YouTube チャンネルの作成方法を解説しています。2023年版のスマホでの YouTube チャンネルの作成方法は、動画投稿したら説明欄に URL を記載しておくのでチェックしてみてください。まずは YouTube アカウントの作成方法から解説していきます。すでに作成できている人は、説明欄の動画目次から YouTube チャンネルの作成方法をチェックしてみてください。それでは解説しますが、YouTube の画面を開いたら、画面右上にあるログインをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので、アカウント作成をクリックしてください。すると3つの選択肢が選べるようになっていますが、基本的に13歳以上で個人で YouTube を利用したいなら、自分用をクリックしてください。もしも13歳未満の子供のためにアカウントを作成するのであれば、子供用を選択することで保護者の方が機能を管理することが可能です。ただ今回は自分用を選択して解説していくので、子供用を選択して作成するのであれば、画面の指示に従いながら自力で作成するようにしてください。実際に自分用をクリックすると Google アカウントの作成画面が表示されますが、この Google アカウントが YouTube アカウントにもなります。まずは姓と名を入力する項目があるので、好きなアカウント名を入力してください。本名を入力する必要はないので、好きなニックネームを入力してもらって構いません。次にメールアドレスについてですが、スマホなどの普段使用しているメールアドレスがあれば、それをこの項目に入力してください。もしもスマホのメールアドレスは使用したくなかったり、メールアドレスを持っていないという場合は、代わりに新しい Gmail アドレスを作成するをクリックすると、Gmail アドレスを作成できるようになるので、半角英字や数字、ピリオドなどを使用して好きなメールアドレスを入力してください。ちなみに Gmail は無料で利用できるフリーメールサービスとなっており、スマホのメールアドレスと同様にメールのやり取りも行えるようになっています。この後に Gmail アドレスの使い方を簡単に解説しますし、チャンネル作成後の設定でメールアドレスを設定する部分もあるので、ここで入力した Gmail アドレスはメモしておきましょう。次に半角英字、数字、記号を組み合わせて8文字以上でパスワードを設定してください。できたら次へをクリックしましょう。次にこのような画面が表示されますが、電話番号と再設定用のメールアドレスは省略可能となっています。この部分はアカウントのセキュリティ保護のために使用される情報となっていますが、後から設定することもできるので、今回はこの部分は省略して進めていこうと思います。次に生年月日と性別は入力が必須になるので、それぞれ情報を入力してください。できたら次へをクリックしましょう。次にプライバシーポリシーと利用規約が表示されるので、内容を確認し、問題ないのであれば一番下にある同意するをクリックしてください。すると作成した YouTube アカウントにログインした状態で YouTube の画面が表示されます。この YouTube アカウントを作成した状態では、動画の再生や評価、チャンネル登録ができるようになっています。しかしこの後に解説する YouTube チャンネルを作成しないと、コメントや動画投稿、再生リストの作成などの機能を使用できないので、より利用できる機能を増やしたいのであれば、 YouTube チャンネルを作成するようにしてください。ちなみにアカウント作成するときに Gmail アドレスを新しく作成した人もいると思います。 Gmail はスマホのメールアドレスと同様にメールのやり取りも行えるので、忘れないうちに Gmail の初期設定方法を解説しておこうと思います。まずは説明欄に Gmail のページのリンクを記載しておくので、実際にクリックしてこのような Gmail のトップ画面を開いてください。次に画面右上にあるログインをクリックしましょう。すると先ほど作成したアカウントで Gmail にログインできます。もしもメールアドレスやパスワードを入力する画面が表示された場合は、先ほどメモした Gmail アドレスと設定したパスワードを入力してログインしてください。ちなみに画面中央にこのような表示が出てきますが、スマート機能を有効にするにチェックを入れて次へをクリックしてください。次に Gmail、チャット、Meet のデータを使用して他の Google サービスをパーソナライズにするにチェックを入れて完了をクリックしてください。次に Gmail を再読み込みする必要があるので、再読み込みをクリックしましょう。するとページが更新されて Gmail が使用できるようになります。
実際に活用していきたいのであれば、このページをブックマークしておくのはもちろん、使い方に関しては自分で調べてメールサービスを活用してみてください。次に YouTube チャンネルの作成方法を解説していきます。 YouTube の画面を開いたら、画面右上にあるアイコン画像をクリックしてチャンネルを作成をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、まずは YouTube チャンネル用の新しい名前を入力してください。次にハンドルを入力していきますが、これはチャンネル名とは別に設定される固有の短いチャンネル識別値となっています。 Twitter でいうところのユーザー名みたいなものですね。アットマークの後にチャンネルに関連するようなハンドルを考えて入力してみてください。ちなみに画像をアップロードをクリックすると、 PC 内に保存している画像をアイコン画像として設定できます。ただアイコン画像を準備できていない人もいると思うので、今回は画像は設定せずに進めていきます。後でアイコン画像の変更方法を解説するので、画像を準備できた場合は参考にしてみてください。ここまで設定することができたら、チャンネルを作成をクリックしましょう。すると YouTube アカウントから YouTube チャンネルに切り替わり、チャンネルのホーム画面が表示されます。ちなみに YouTube チャンネルまで作成した今の段階では、このようなことができるようになっています。しかしこの後に解説するチャンネル作成後の初期設定を行わないと、15分を超える動画のアップロードやカスタムサムネイルの追加、ライブ配信、動画の説明内の外部リンク、収益化の申し込み資格などの動画投稿やライブ配信を行うときに必要な機能を利用できないので、この後解説する初期設定方法をしっかりと確認するようにしてください。それではチャンネル作成後の初期設定方法を解説していきます。画面右上にあるアイコン画像をクリックして YouTube スタジオをクリックしてください。初めて YouTube スタジオを開くと、このような画面が表示されますが、続行をクリックしてください。すると YouTube スタジオの画面が表示されますが、画面左下にある設定をクリックしてください。ここから最低限必要な初期設定を行っていきますが、まずは全般の項目にある通貨を JPY 日本円に設定してください。次にチャンネルの項目をクリックしたら、居住国を日本に設定してください。次に機能の利用資格のタブをクリックしたら、中級者向け機能のプルダウンをクリックし、電話番号を確認をクリックしてください。すると電話による確認という画面が表示されますが、確認コードの受け取り方法を特に電話番号を入力してコードを取得をクリックしてください。今回は SMS で受け取る方法で解説していこうと思います。すると選択した受け取り方法で確認コードが送信されるので、この確認コードを入力して送信をクリックしましょう。正しい確認コードを送信できれば、このような画面が表示されます。あとは画面を閉じてもらって大丈夫です。ちなみに先ほどの設定画面に戻ると、中級者向け機能が有効になっていますが、ライブ配信に関してはこの時点では有効になっていないので注意が必要です。ライブ配信は電話による確認の後、約24時間程度待たないとできなくなっているので覚えておきましょう。次に設定の続きをやっていきますが、上級者向け機能のプルダウンをクリックして、機能を利用するをクリックしてください。すると上級者向け機能を利用する方法を選ぶ画面が表示されますが、全部で3つの方法があります。それぞれの説明を確認して好きな方法を選んでほしいのですが、今回は有効な身分証明書を使用するにチェックを入れて解説していこうと思います。選択できたら次をクリックしてください。次に確認プロセスを始めるためにスマホを使用する必要があります。メールか QR コードから確認を始められるので、好きな方で操作を行ってください。今回は QR コードでやっていこうと思うので、代わりに QR コードスキャンをクリックします。次に QR コードが表示されるので、スマホでコードをスキャンしてください。するとスマホでログイン画面が表示されるので、アカウント作成時に設定したメールアドレスであることを確認して次へをタップしてください。次にパスワードを入力する画面が表示されるので、アカウント作成時に設定したパスワードを入力して次へをタップしてください。次に生年月日を確認する画面が表示されるので、問題ないのであれば次へをタップしてください。次にこのような画面が表示されますが、身分証明書を提出するときの注意点などが表示されるので、確認できたら次へをタップしてください。次に身分証明書として使えるものの種類や注意点を確認できるので、確認できたら次へをタップしてください。次にカメラへのアクセスを求められるので、許可をタップしてください。すると写真撮影ができるので、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を撮影しましょう。撮影ができたら送信をタップしてください。すると身分証明書を確認中ですと表示されますが、ひとまずこれでスマホでの作業は以上になります。次にパソコンの画面に戻って完了をクリックしてください。
すると上級者向けの機能が保留中に変化しますが、特に問題ないのであれば数日中に有効になるので気長に待つようにしてください。あと必要最小限の初期設定としてはこれで以上です。他の項目も確認するといろいろな設定ができるので、気になる設定があるのであれば好きなように設定し、最後に保存をクリックして画面を閉じましょう。ここまでで YouTube チャンネルを作成して必要な設定も終えることができましたが、 YouTube チャンネルを複数作成する方法やアイコン画像やバナー画像、チャンネル名、ハンドルを変更する方法がわからないという人も多いので、この補足説明で解説していこうと思います。気になる情報がある場合はチェックしてみてください。YouTube チャンネルを複数作成したい人もいると思うので、そのやり方を解説していこうと思います。まずは YouTube スタジオの画面ではチャンネルを複数作成できないので、 YouTube のトップ画面やチャンネルのホーム画面に移動してください。次に画面右上のアカウント画像をクリックし、設定をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、新しいチャンネルを作成するをクリックしてください。次にチャンネル名の作成という画面が表示されるので、新しいチャンネル名を入力し、チェック項目にチェックを入れて作成をクリックしましょう。すると新しい YouTube チャンネルを作成できます。ちなみにこの時点では中級者向け機能や上級者向け機能といった初期設定が終わっていない状況なので、また同じように初期設定を行うようにしてください。あと複数の YouTube チャンネルを作成したら、それぞれのアカウントを切り替える方法を知っておく必要があります。実際のやり方としては、画面右上のアイコン画像をクリックしたら、アカウントを切り替えるをクリックしてください。すると今まで作成してきた YouTube チャンネルを選べるので、実際にクリックしてチャンネルを切り替えましょう。次に YouTube チャンネルのアイコン画像やバナー画像、チャンネル名、ハンドルを変更する方法を解説していきます。まずは YouTube スタジオの画面を開いたら、画面左にあるカスタマイズをクリックしてください。次にブランディングタブをクリックすると、アイコン画像やバナー画像、動画の透かし用の画像をアップロードできるので、それぞれの説明を確認して画像を準備し、必要であれば設定してみてください。ちなみに自分オリジナルのアイコン画像を準備したいのであれば、 S さんにご依頼してアイコン画像を準備するのがおすすめです。実際にアイコン画像を優勝依頼する方法を解説した動画を作成しているので、クオリティの高いアイコン画像が欲しいという人は説明欄に記載している動画を参考にしてみてください。またバナー画像に関しても同じように優勝依頼するのもいいですが、 Canva というサイトを使用することでクオリティの高いバナー画像を無料で作成することも可能です。詳しいやり方を解説した動画を作成しているので、バナー画像を作成してみたい人は説明欄の動画リンクから確認してみてください。次にチャンネル名やハンドルを変更する方法ですが、基本情報タブをクリックすると変更できるようになっています。必要に応じて変更してみてください。あとこのページではチャンネルの概要欄や連絡用のメールアドレスも記入できるようになっています。必要だと思うのであればこちらも記入してみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube に関する情報や録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。